これは待ち受けて。ナダルだ、動けない。トーマスの名作集、今回はトラクターのテレンスです。トラクターのテレンスは1990年6月に放送されたエピソード、初期の頃の作品なので初めてというものが多いのが特徴です。あらすじは、テレンスに初めて会ったトーマスがキャタピラがかっこ悪いとけなします。そんな冬の雪の日、雪かきをつけずに走っていたトーマスは雪だまりに突っ込んでしまい、テレンスに救助されます。それ以来、テレンスのキャタピラを見直すというお話です。テレンスは初登場で、しかも機関車以外の車両として登場する記念すべき第1号でした。トーマスが泣くシーンがあります。物語として機関車が泣くのはジェームスに次ぎ2番目です。季節が春からトーマスが雪に突っ込む冬までの長い時間経過が入っています。これは通常のエピソードよりもはるかに長い時間が経過している設定です。トーマスに代わってバーティーがやってきますが、単にバストだけ言及され、車両紹介にも出てきません。バスが乗客の救助にやってきた。またこのエピソードは好評だったためか、後に第21シーズンで CG アニメとしてリメイクされています。初めてがなかなか多いこのエピソード、これらを踏まえてぜひもう一度見てみてくださいね。